こんにちはフィ,ーフィーですアメリカに表向きには強硬姿勢の中国ですがどうやら内心ではビビりまくっていますアメリカに追い込まれて本当に厳しい経済状況になってしまったのでしょうここに来て中国がアメリカにかなり弱気な発言をしています 中国はアメリカに挑戦するつもりはない。アメリカと勝負をするつもりはないんだと。これまでは強気な発言を繰り返してきた中国がアメリカにこんな弱気なことを言っているんですね。これは先月末、中国の天津で行われた米中の実務者会談で中国の王毅外相がアメリカのシャーマン国務副長官に対しての発言なんです。 アメリカのシャーマン国務副長官は7月の25日と26日に中国を訪問して中国の外務次官と中国の外相と相次いで会談を行いました。実はこの会談では中国側のアメリカに対する本音が中国による様々な発言から明らかになったというんですね。今日は この会談の中で一体どのようなことが話し合われたのか、そしてその中国のアメリカに対する思い、まあ、つまり本音をお話ししたいと思います。まずこの米中会談ですが、 当初アメリカはアジア歴訪ということで日本を含むアジアの各国をその訪問先としてセッティングしていましたしかしこの時は中国には訪問するとはなっていなかったんですねでも歴訪中に急遽中国にも訪問するという話になったわけですなぜこうしてバタバタとした中で中国への訪問が決まったのか それは最初アメリカが中国側にシャーマン国務長官の中国訪問を打診したとき中国側がシャーマン氏の会談相手として中国の外務次官ではどうかと言ってきたからなんですねシャーマン氏は アメリカ国務省の中でナンバー2なのになぜその会談相手に中国外務省で8番目の暗いほどの人物を当ててくるのかと、まあ、こうした中国の態度に不満を持ったアメリカは一旦中国訪問を取りやめたんです しかし、シャーマン氏のアジア歴訪が始まると、今度は一転、中国側からやはり会談をしようとアメリカに歩み寄っていったわけです。しかもその会談相手に今度は大きい外相ではどうかと、こう提案してきたわけです。まあ、こうした流れでアメリカの中国訪問が今回こうして慌ただしい中で決まったということなんですね。 こうしたことは珍しいことらしいんですが、まあ、これだけでも今回の中国訪問は異例の展開だったわけですが、異例なのはそれだけではありませんでした。会談の開催地も異例だったんですね。 今回の会談は中国の首都北京ではなくて天津で行われたんです。実は今年4月アメリカのケリー大統領特使が中国を訪問した時も北京には行かずにあえて上海にだけ行って、まあ、中国の高官と会談をしました。これどうやらアメリカ側が北京をあえて避けているとも言われているんです。まあ、ただ一つ言えるのは 一旦アメリカが取りやめた中国訪問を中国側からぜひやってくれとアメリカにお願いしたということそれだけ中国がアメリカと話し合う場を持ちたかったということなんですねただ中国はそれでもアメリカに対して 強気な姿勢であるというところを見せたわけですだからシャーマン氏の訪問直前には強気に出てこのタイミングでアメリカへの制裁を発表しますまたシャーマン氏との会談前に中国の大きい外相はアメリカに対してこんな発言もしていたんですねアメリカは他国と接する方法を学んでいないから我々がアメリカにきちんと教える必要がある なんてまあ上からの物言いでアメリカを批判したりもしていましたで7月の25日にアメリカのシャーマン国務長官が中国に到着26日にまずはシャーマン氏と中国の外務次官が会談をするんですねただこの時中国側は激しい言葉でアメリカを厳しく批判しまくったんです まるでアメリカを悪党扱いするような、そんな罵声を中国側が一方的にシャーマン氏に浴びせ続けたわけです。実はこういったことも異例だったわけですね。いくら米中関係が悪化しているとはいえ、外交の場でここまで相手を面と向かって罵るようなことは中国もしてこなかったわけです。 まあ中国側から是非と訂正で会談をお願いしておいて訪問が決まったら中国側はその態度を一転させてアメリカに対して強い姿勢に出るまあこれも中国が練っていた作戦らしいんですがただ表向きにはこうまで強気に見せている中国ですが本音ではそうでもなかったんですよね。むしろアメリカに 怯えまくっている中国の弱気な発言が目立ったんです。というのも、この後に行われた王毅外相とシャーマン氏との会談では、中国がこんなことを言っているんです。えこの先 中国とアメリカが衝突に進むのか、関係改善に進むのかは、アメリカ側が判断しなければならないよと。つまりこれを聞くと、中国が必ずしもアメリカと対決をしたいなんて望んでいないことがわかるんですよね。しかも大きい外相はアメリカにこんな要求までしてきた。一つは、中国の国家主権や領土を守ることを妨害しないこと。あともう一つは、 中国の発展を妨害してはいけないと。しかもそのために中国側からアメリカに中国政府や中国企業に対する制裁をすぐにでも解除してくれと求めたんですね。まあ、それだけ今、中国の経済状況が悪いということ、アメリカによる経済制裁が思った以上に効いていて、中国が苦しんでいるということなんです。 あとこの中国の国家試験を妨害してはいけないとこの発言も気になります。実は中国はアメリカが中国共産党のこの社会主義体制である独裁を転覆させようとしていると思っているんです。 実際、アメリカが中国内部から習近平体制を崩壊させようとしている計画があるなんて、まあ専門家の記事を確かに私も読んだことはあります。だから中国は本当にこれを恐れているかもしれないんですね。中国は領土も守りたいし、もちろん経済も守りたい。そして当然のことながら今の習近平体制を必死で守ろうとしているわけです。 えつまり、表向きではアメリカに強硬姿勢を見せている中国ですが、内心ではアメリカによって、こうしたことが全て壊されてしまうことに怯えているということ。だから、今回の天津の会談では、お願いだからもうやめてくれないだろうかといった具合に、アメリカに懇願するようなことを中国が言ったわけですね。大き外相はアメリカにこうまで言いました。 中国はアメリカに挑戦しようとはしていない。我々はアメリカと勝負をしようなんてことは思っていないよと。まあ、つまりもうこれ以上中国を追い込まないでほしいと言っているようなもの。中国がアメリカに白旗をあげたも同然なんですよね。あと、ここもポイントなんですが、 中国側はアメリカに中国共産党員とその親族に対するアメリカ入国の際のビザ制限を撤回してほしいとこの会談で要求したんですね。それはなぜか。それは中国の共産党幹部自身がもしかすると今の体制が崩壊するかもしれないと恐れているからなんです。もし習近平体制が崩れたら お金を持ってアメリカに逃げたい、亡命したいいとでも思っているのでし、ょうか。いずれにせよ今後の米中関係をどうしていくのかの決定権は中国ではなくアメリカにあるということが今回の会談で露呈しましたこれはもう相当中国が追い込まれているということなんです。 ただこのまま中国が態度を改めない限りアメリカは今後も中国への制裁を緩めることはないでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします